ことが映画化されてんねんか、うん、機内で見て、うん、でそのボーカル今メインのボーカルやってる人が、うん、あの姿なんとかっていうのを、ほうほう姿な、あの大阪出身の俳優さん、はいはい、あの人がやってて、うん、それでそのお兄さんがを松坂桃李がやってて、もともとお兄さんがミュージシャンになりたくて、うん、そのお父さん、厳格なお父さんに反抗して、うん、でロックバンドをやっとってるけど、そっちはなんかなかなかヒットせえへんで、うん、でところがそのお兄さんがアレンジが上手で、うん、で弟の方はもう、うん、あの医者になる、今年医者になるって、お父さんっていう通り医者になるっていう弟やってるけど、うん、その弟がその友達と、まあ、ちょっとサークルみたいな感じで、うん、バンドをやっとったんやけど、うん、その弟が英曲を作んねやんか、うん、でそれをお兄ちゃんが、うん、アレンジしよう、あ、お兄ちゃんがアレンジするね、お兄ちゃんの、お兄ちゃんのあのインボアパート一間のところでな、うん、アレンジするんだけど、うん、でそこの中の押し入れでな、うん、グリーンのあのデビュー曲かな、うん、お兄ちゃんのうちの押し入れで、うん、音入らへんかった、うん、押し入れというかクローゼットというか、でそこにみんなが一人ずつ入って音取りして、あ、それを合体させて、へー、で、あのデモテープ作って、うん、なんか CD 売り、CD にまでなってんの。すごいね。結構面白いね、その話。ドラえもんみたいなもんやな、押し入れでやったって。学校親父は小林なんとかっていうの。ああ、あの人な、うん、あのズラみたいなやつやろ。で、麻生なんとかっていう女の人がお母さんやった、うんうん、間に入って、まあそう言わないって言って、うん、しょっちゅうあの親父との喧嘩が、兄ちゃんの親父がよく喧嘩してた。そうなんや。ずらではないか。どうしたん？今公衆トイレが、公衆トイレ車が運んだ。ああ。トイトイか。あるある。トイトイか。そう。まあ、でもあのトイトイが空を飛ぶのには勝てんよな。セルマット。もうトイトイが空を飛んでるし、忘れられるよ。あ、スネガーやんな確か。トイトイ飛んでる。あれは最高や。トイレもヘリコプターで。搬送するスイス。トイトイ。わ、めっちゃ車すごない向こう。トイトイ車やで、ね、ユイが見たの今。今ユイが見たらトイトイ。だから日本版トイトイやろ。めっちゃ綺麗雲。あげましておめでとうございます。ウーバンチャンネルです。ちょっとうるさいってだ。今1月2日です。2020年何時？今12時9分。いやちゃうやん、それキロメーターやん、それ。12時23分です。そうそう。プラス 9.5 度。まあ暖かい。江坂から出発、中本行きのポールスター。国道423はまあまあ。流れてます。めっちゃ天気良くない今日。こんなもんか。あれ1月2日っていつもこんな空いとったっけ道路。今日はあの岸和田まで行くんですけど、まあ、その間の新見通しね、ご覧いただいてます。大阪市入りました。18条大橋神崎川横断です。あ、めちゃめちゃ逆光やな。この時間ほんま逆光やねんな。この道路はもうしょうがないんだけど、逆光やとね、あんま綺麗に映らんのよね映像が。今年の紅白は何が一番おもろかった？あのドラゴンボール。ああ、氷川きよしか。
あいつはどうやったん、鬼滅の刃は。まあまあ、そうなんや。やっぱ鬼滅の刃自体は歌当たってる人は普通の女の人やもんな。うん、映像にちょっと炭治郎が出てくる。あ、そうなんや。そんなんも出してたんや。ドラゴンボールは氷川きよしで死んだもん。へ、そうなんや。俺生氷川きよし一回見たことあるんよね。戦中で、戦中の何やったっけ、戦中広場やったっけ、セルシー広場か。すごい人やったよ。動画撮ろう思ったら撮るな言われたからやめとけ。撮ったあかんかった。あとあれや、何やったっけ、韓国の人気のある人ら、防弾少年団やったっけ。あれも戦中で見たことあるわ、セルシー広場で。うお、あのボルボの車なかなか年季入っとんな。え、あれ、あれ850、え、156、156って書いとった。前、ゆいの前ちゃうやん、あの青い車やん。あ、そっちか。うん、青い前。何度今ピチョン君、湿度 49% でプラス6度おんねん、そこに左にピチョン君ってやつが。ピチョンって大金エアコンのピチョン君。はい、新大阪越えました。ちょっとやりとか、ありがとう。ゆえ、今変な車あった。あ、そう、どんな。前が新幹線みたいな車。へえ、バイクかもしれんだって。バイクと車間違えへんやろ。だってさ、前は分からんかったの、新幹線。いや、ちゃえんちゃえん、バイクは二輪やん。いや、でもタイヤ見えないかな。あ、そうなんや。はい、新淀川大橋、少し下に来たところ。そうそうそう。あ、タコが飛んでるよ。あ、そう。それはお正月やタコ飛ばすやろ。昨日タコ作ったな、そういや。昨日、うん、昨日さ、なんかあのピンクの少なくのさ、あのタコのみたいな、おったな、あれみたいな飛んでた。あ、そうね。まあ売ってるやつやからな。熱っ。あったね。ゆりちゃんと、うん、あー、ゆりちゃんな、はいはい、ゆりちゃん。妹の名前忘れたけど、その子ら何、八百屋さんと関係あったん。違う、ゆりちゃんとかさ、何やったっけ、分からん、八百屋の話。そう、それであのゆいとさ、うん、あのゆりちゃんのお兄ちゃんおったよ。うん、お兄ちゃんおったな。それさ、そのお、そうやったっけ。あの葉っぱの、あ、はい、あ、はいはいはい、モンベルのな。そうそう、あそこね、お父さんかお母さんがモンベル好きやね。そう、うん、はい、もうそろそろ423終わりだね。今日は南森町から、あ、もう今南森町開通しとるやろな。なんか一時期阪神高速ずっとあっこう閉鎖しとってんけど、全然調べてなかったけど。なんか久しぶりに今これ俺そんな出してへんで、ここ制限速度40キロやから。おい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 、何やねんこいつ。まあまあ、アホな運転しやがるな。ウインカー出せっちゅうねんな。あれ、ぶつかった俺が悪なんのかな。ほんま危なかったね今。俺めっちゃゆっくり走ってたからよかったけど。なんか落ちてる。あ、ここが混んでるってことは、
おそらくやけど阪神高速に乗る人がいるってことやから南森町料金所は動いとるな。はい、室内めっちゃ暑いよな多分。外 9.5 度やねんけど多分室内もっと暑いと思う。今暖房消しました。燃費 14.6 キロ、やなかなかええ感じやな。岸和田っていうのは何キロ伸びるかやな。ほんまこの423から阪神高速が直結できたらほんまええねんけどな。なんでできへんねやろな。なんでそういう車があって、日々その別に運転したい人ばっかりじゃないしさ。そうやろ。でパパのこの車はそのなんていうの、完全ガソリン車やからさ、やっぱり直結するわけよ、回転数と燃費が。何年か前さ、この423から降りるこのスロープでさ、あのめっちゃ散乱しとったよな、あれが。なんか荷物が、靴とか散乱してるの覚えてない？ここのあたり、このあたり、この左のあたり、なんか靴とか、そうそう、あのなんか多分引っ越ししようとしてた車がなんか鳴ったんやろうなって思うんだけど。うわ、そうそうそう、めっちゃ斜めってないこの道、ぐわー斜めってる、これおもろ。次ぐらいで行けるかなって感じやな。反対車線どうや？車多いか。ここはそうでもないか。さっき本線のとこはまあまあ反対車線混んどってん。いわゆるその市内から美濃行く方やけど。はい。はい、というわけで今11時36分です。これにて国土423動画終了いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。2021年度本年度のバンチャンネルよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひしてくださいに。じゃあ皆さん安全運転でお願いします。で今から岸和田行ってきます。良い一日を、そして良いドライブライフを。ちょっともうちょっとだけ撮りますね。最後、せっかくの。俺また行かれへんかな。微妙なとこだな。前の車の大概行かれへんねん。おい、あ、ルミックスジェットにライカレンズつけてます。それピンマイクです。さよなら。パパの言うとおりにするか見ときやな。来たやろ。お、あの前の車も左行きよったな。